始めましょう。はい、せーの、僕ら全力少年隊、猫、犬、フグさあ、今回はですね、本当に全力史上というか MCN 史上名を残す一本だと思います。皆さんの記憶に残りますように。どうぞ。さあ、はい、6月といえば、うん、ジューンブライドでございます。確かにね、なんと、うん、この全力メンバーに、はいはい、何やらめでたい方がいらっしゃるみたいです。めでたく素敵なジューンブライドを迎える方、手を挙げてください。はい、声出してるからちょっと、はい、すいません、今視聴者の方も、うん、驚いていらっしゃるんじゃないかなと思います。これ冗談だと思われてるかもしれないですけど、あの、入籍いたしました。ありがとうございます。見てる人はまず興味ないとか、興味ないとか言うなよ。いや、興味はないんです。まあ、明日は我が身やぞ。明日は、まあ独身ですから、ね、明日はと波や。まあ、明日は我が身やぞ。明日はと波や。はい、ということなんですけれども ね、はい、はい、やっぱあの結婚するにあたって、はい、結婚指輪とかあるじゃないですか。はい、あげてないんですか。だからその給料が安いもんで、買えないっていうのを言ったところ、はい、まあ、安いのでもいいよって言ってくれたんですよ。ほら、でも安いやつをね、買うぐらいならということで、うん、今日のテーマなんですよね。そうですか、はい、じゃあ今日のテーマ、トナミ君、はい、発表してください。100均でリングを買おう。なんでや。なんか余計だったよ、安いのに。違う、だから安いのね、探せばあるかもしれんけども、はいはい、違います。改めてお願いします。はい、シルバーリングを作ろう。はい、ということでございます。はい、今までは、はい、まあ、本当に全力で取り組んでまいりましたけども、はい、今日はまあまあなーなーな感じで。いや、ちょっと待ってよ、いや、一生のやつやから。さあ、はい、今回お祝いのシルバーリングを作るこの材料がこちら、はい、お、ダンボールでございます。いや、違う違う、なんでダンボールで指輪作るんですか。この中身、ミニパンスターターキット。はー、こちらでリングを作りますが、ここに値札がありますが、はい、全力史上もっと、はい、ともお金かけてます。これはラジコンフィッシングできますよ。ラジコンフィッシング超えでございます。超えですよ。これやっぱお祝いの。そうですね。ありがとうございます。失敗できないですね。できないね。これは渡す分の指輪キットなんですよ。一人分しか入ってないんですね。ああ、そうなんですね。だからさらにその作るためにご用意しました。はいはい、お、別売り。これおいくらですかね。あ、それなんですか。材料の方がですね、ちょっとないので、はい、ワンセットしか。砂糖の分はこのマッキーペン。いややわ。サイズちょっと代用の。土台作るためのね。はい、ええ。じゃあ開けますよ。はい。開封。はい。すごいです。この粘土がシルバーリングになりますからね。さん、デザイン入れますか。佐藤くんのやつ。はい。さあ、僕入れた方がいいと思うんですよ。奥さんの名前は？しーちゃんです。しーちゃん。はい。だから S じゃないですか。佐藤やし、しかも。そうやって。S&S。どうした？売れない芸人。一切入れちゃうもん、こうやってほら。あー。SOS かと思いきや。S ハート S というね。これ佐藤知ったら喜ぶやろうね。あ、喜ぶでしょうね。内緒にしとこうや、本番までね。全部聞こえてんすよ。なんすかそのクソダセーやつ。いやー、喜んでもらえるかなこのデザイン。いけると思う。俺は全然いけると思う、うん、俺がこれもらったら嬉しいっす。俺も嬉しい。だってお前 SOS かと思いきや、佐藤愛してるしーちゃん。しーちゃんは完璧やん。臭ねえお前の。どうしたと佐藤くんのそのデコボコやし、ひび割れてるけれども結婚指輪。いや、これはもうあれっすよ、もう今からヤスリとかでシャーってしていくので、もう見越してます。よし、じゃあ掘りますか。じゃあトラミ君。いや、俺自信ないっすね今回は本当に。俺あの昔からなんですけど、
自分のはめっちゃ真剣に作りたいんですけど、うんうん、人のはもうどうでもいいですよ。おい真剣にやれ。自分のはめっちゃ丁寧にするんですけど、でもこれのやってノウハウ貯めたら自分のすげえ。まあ確かにね、トナミハーツ、トナミハーツ、はい、もしくはシルバートナミ、シルバートナミダンス、なんかお年寄りみたいになってますけど。あー家庭、あーそうやっちゃやっぱ、あー家庭家庭、シルバーフォレフォレ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 、ちょっとうるさいんですけど、耳元でいや応援してるんです、シルバーフォレフォレフォちょっと待ってください、あのフーで息吹きかけるのやめてもらっていいですか。ダメですかね、応援してるんですよ、本当に分かりました、もうその職人っぽい動きをいきなりするよね。はい、うん、黒いとこだけうまく残してシルバーホルホルシルバーホルキュチャリー、どうしたんですか、なんか声が聞こえてくるんですよね、おじさんの声がちっちゃい声で持ってきてますね、やっとかかった、こっちトナミスイッチ入るの、こっち来てますよねえ、はい、あ僕も来てるんでそっち、あの安ってばっかですけどいややっぱ太すぎたんすよね最初が。あーもうめっちゃずれるわ、まあいいか、歌ってやった方がいいかな。シルバーホレホレシルバーホレホレ掘ってるから、サラウンドゾクゾクする、似ていっちゃう、マジゾクゾクした、似ていっちゃうからねわあもう難しいわこれ、もう見てください、汗こんな砂糖見たことある今まで、ひでえなこれこれひでえなマジでノーデザインでいきます、やっぱシンプルがいいっすよね、予想してたのとなんか違いますね、いやもうずっと削ってるばっかりですけど、やっぱりちゃんとね変なデザインすると会社でいじられるのがかわいそうなんですよね、もうただでさえなんかいじられてるみたいなんで、もうその番組的なやつはもうこっち側がやってるんで、僕はもう本気のやつです、やっとけよ、あとは置いて、やっとけおい休む、俺は威張って休むな、あとはやっとけ焼き入れ、つなぎ目の部分、ほらほら、そうそう、ほら砂糖のほらつなぎ目のところだけ最後もう少し全部シルバーになる、あれ本当や、止めていいですか、はい止めましょう、はい、さあじゃあ開けてもらって、そうですか、おい、おお、色が一気にシルバーの色になりましたね、これをだから磨いたらってことでしょ、あ、もう冷めてる、熱、うん、もう、あ、冷めてるわ、あっちぇ手元素つき、あっちもうすごいコンパウントで磨いたような、これよ、上出来でしょう、できたー、さ、スタートしてからなんと4時間まるまるかかりました、さあではできたリング佐藤くん、はい、発表してください、僕はですねこのもうシンプルな結婚指輪、はい、やっぱりあの一生つけるものなんで、シンプルがいいかな、もう途中であのつけようとしたんですよ自分もデザインを、はい、もうダサすぎてでもやっぱシンプルが長くできるんじゃないかなと思って、ただ一箇所だけいいですか、はい佐藤くん、はい、これめっちゃ綺麗でしょ、はい、ここ何のおまけがついてるの、いや知らないんすよ、焼いたらイボが出てたんですよこれをですね彼女にプレゼントしたいと思います、さあ、佐藤くんへのリングを、はい、トナミくんと私2人で作りました、はい、こちらは佐藤くんにはまだ秘密にしたいと思います、はい、いいのできたね、これは本当にいろんな人に見たいけど
シンプルが一番ですよね。ですよね、はい、だから僕らも本当それに習ってシンプルに作り上げました、はい、再来週ですね、うん、佐藤くんの奥様へリングを渡すというサプライズ行います。どうぞお楽しみに。ありがとうございます。どうですか。あ、換気余ってるんじゃないですかこれ。あれあれあ、ない、え、嘘でしょ、こんな指導さん見たことない。おめでとう、おめでとう。嘘でしょ。あのね、はい、焼肉屋さんで一緒に行った時、はい、もう結婚するんです、うん、とうとうかと思って今、うん、すごい実感してるわけですね。悔しいだよ。何でや。何の悔しいや。いや結婚してるやん。何で悔しいことあるか。食べたねー。食べたねー。ちょっとガチのやつかと思った。ちょっとすげえこっち側迷いましたわ。ごめんなさい。もやもやしてたの。本当おめでとうございます。本当におめでとう。いや本当おめでとうですよ。来週は届け行きますんでね。ねえ。出るの？彼女。じゃあ。どうなんすかね。と思いますけども。あるこれはどうなんでしょうね。腕出しはありますね。腕出し指輪をつけるから。ぼかし入れといたいよ。まあそうですね。そこの方にぼかし入れて。ぼかし入れて。いや、なんで全然ダメなんで神父のことぼかないといけないんですか。ダメでしょ、そんな。分かってますよね。分かってますか。ということで、じゃあ最終はその指輪を。あれでも結構難しいですよね。そうなんですよ。作るのが細かい作業で。なんか一生懸命こだわると、どん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 小さくなってなくなってしまうんですよ。ね、しかもいい値段やから。そうなんですよ。でもそう考えたら木村さんの指輪の方が安くないですか。あのしてたやつ、はい、あれはね300円ですもんね。これ僕もこれ360円です。そうですよ。本当ですよ。これタイで。意外に僕もエジプトで。え、はい、だから絶対外国安っ。向こうの方が安いよ。外国安っ。行ったら安いんじゃない。何それ。おすすめしとくわ。ね、うん、遅いわ。今回ハンズマンでね。はい、そうですね、でも本当ね、はい、佐藤くんのこの思いが、うん、はい、再来週。そうですね、再来週届けられるのか楽しみでございます、うん、で、はい、もう一つ、はい、ちょっと皆様にご案内があるんですが、そうです、以前ご紹介した全力少年隊の LINE スタンプ、うん、発売されております。いやいやです。こちらマックスパワーボーイズステッカーと検索しづ ら,、はい、しづら、ね、ちょっとね全力少年隊でまた登録し直してますけれども、はいはい、マックスだけでも、はい、出ます。おお、マックスで8番目に出ますんで、はいはい、あの紫のカバーを目印に、はい、マックスでも出ますから、うん、検索してみてください。これご購入していただくと、うん、僕らラジコン買えますんで、はい、どうぞご協力よろしくお願いいたします。あの今の歌い文句はあんまなんか買いたくなくないですよ。あれ使いやすいですよね、このスタンプ。これね、何が一番使いやすい。僕は自分で作ったやっぱ冷えですよね。冷え冷え。僕やっぱあの飯行こうっていうのが一番使いやすい。なるほどね。僕のこちらから以上です、うん、それ使いますんでね。本当コアとかもありますからね。本当コアありますね。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。チェックしてみてくださいね。はい、以上全力少年隊のコーナーでした。さあ続いて CM の後は平の時間です。はい。